なこと言うのかというと、うん、ね、安倍政権後もこのことを続けてもらいたいからなんです、そうですよ ね、はい、本当に日本の自衛隊はもうやっぱり伝統的に日本の軍人素晴らしいですよね、はい、今先ほどその太平洋の島しょ国ね、はい、まあ、インドネシアは島しょ国と言うといかんからけど、はい、大きいけど、はい、フィリピンもね、はい、そういうところではその日本の軍人に対する戦前戦中の軍人に対するリスペクトすごい大きいですよね、はい、でところが日本のメディアはそういう声は拾わずに、一部のね、日本軍人にひどいことされたとか、はい、ほんのそんな一部の声を大々的に広げて、はい、いやもうまるでその東南アジア諸国はもう日本に対するすごいアレルギーがあると、日本軍人に対するすごい憎しみがあるとかいうふうに懸念するんですけど、はい、全然そうじゃないんですよね。むしろ、はい、本当にその日本軍人に対するリスペクト多くて、例えばもっと小さな島パラオとかいうのはもう日本語がすごい流行ってますし、はいはいはい、それから当時のあのお年寄りに聞いたらもう日本軍人をすごい優しくしてもらったとか、よくしてもらったというそういう声多いですよね。多いです、はい、ちょっとまあ話がずれますけど、ペリリュー島でね、日本軍人が玉砕しましたよね、はい、あの時もその当時 そのペリリュー島のいろんな人たちがですね、現地の人たちが自分たちも一緒に戦うと、アメリカが来る時に自分も日本人やと思ってるから義勇兵に一緒に戦う、ほなその、指揮官がね、そう指揮官が、アホかと、はい、お前らみたいな土人と、いや日本軍が一緒に戦えるかと、お前らみたいな力いらんわ、あんたら帰れ言うて、おいが、ほなもうみんな言われた現地の人は悲しい思いして、うわ悲しい、一緒に友達だと思ったのに辛いと思って、みんな船乗って帰っていったと、はい、でもね本当はね、そうそう、船乗ってちょっと帰っていくときに、笑顔でね、そう見送った、記憶がみんなブワーって言って、バイバイさよなら言って、つまり彼らは現地の人は殺したくなかった、助けたかったんですよね、自分たちだけ死ぬのは自分たちだけだと、で現地の人はだからもうすごいきつい言葉で追い返したんですね、わざとね、それが日本武士ですからね、うん、そうそう、うん、その時に要するに助けてもらった一人で稲穂稲穂さんっていうですね、パラオ政府の顧問の方がいらっしゃって、あの方が終戦50年の時日本にやってきたんですね、はい、でまあ、で知り合いの人から、ね、一緒に靖国にお参りしようって言って靖国神社お参りをしたんですけど、その時にですね、その稲穂稲穂さんがですね、靖国神社のですねお札を買ったんですよ、でなんでお札ですかって言ったら、ね、自分たちを守ってくれた、ね、軍人さんの、ね、要するに遺品だと思って、これをねパラオに持ち帰って自分はお祭りするんだって言って、いうことをですねおっしゃって、もうその人も泣いてましたよ、やっぱりもうね、軍人さんたちが、じゃあお前たちはね、なんとか助かれと言って追い出してくれたおかげで今自分の命があるんだって言ってくれたのはもう今でも忘れないし、靖国神社のお札がもう要するに亡き ね、このね軍人さんの、ね、あれなりも遺骨に等しいもんなんだって言って、言ってくれたっていうのも本当にこうなんかそういう気持ちをね、持ってる人がいっぱいいらっしゃるのにね、そういうのがなかなか表に出ないのは残念だと思います、本当に。そうですね、はい、うん、いや本当は腹立つのは反日メディアがね、もう日本軍がもう現地でひどいことをしたとかね、はい、もうそんな話ばっかり広めて、これでもかこれでもかと、ね、はい、長年やってきましたね。そうじゃないっちゅうね、本当にもう、うん、ありがとうございました。今回の火曜特集は自衛隊のインテリジェンスと題してお届けいたしました、はい、江崎さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。さあちょっとお時間もね迫ってまいりましたけども、百田さん後半どのニュースに戻りましょうか。ちょっと気になるところそこにはないんですけど、はいはい、私ちょっと気になったニュースがありましてね、何でしょう、はい、それをちょっとやってもいいですかね。はい、これね、として そちらですか、うん、はい、これちょっと私が言います、はい、実はこれ私の知り合いがですね、非常に怒ったことがありまして、その彼から話